して、こちら名古屋ハウジングセンター半田会場お越しいただきまして誠にありがとうございます。ね、本当に皆様お待ちかねだと思いますので、早速トークショーを始めさせていただきたいと思います。本日はもう皆様ご存知かと思いますが、中日ドラゴンズの藤井敦史選手をお迎えいたしております。それではですね、始めさせていただきたいんですけれども、その前に皆様にお願いだけさせていただきたいと思います。先ほどからご案内をさせていただいておりますので、既にしていらっしゃる方もお見えになるかと思いますが、お手持ちの携帯電話マナーモードに設定していただいておりますでしょうか。ステージ開催中のお時間、マナーモードと音の出ない状態にしておいていただきますようお願いいたします。また喫煙をご希望される皆様、こちらイベント広場での喫煙ご遠慮いただいておりますので、喫煙所をご利用いただきますようお願いいたします。さて、そして本日3時から、ご登場いただきます藤井選手の直筆サイン入りドラゴンズグッズの当たる抽選会をお届けいたします。抽選券をお持ちの皆様、どうぞお時間3時になりましたら今一度こちらステージ前へとお集まりくださいませ。そしてまだこの抽選券を受け取っていないという方、ステージ向かって右側の白いテント下にてただいまお配りしておりますので、抽選券どうぞお受け取りくださいませ。なお、お一人様1枚とさせていただきます。さあ、それでは皆様の携帯電話の準備も整ったかと思いますので、早速始めてまいりましょう。なお、本日の進行役、長谷川拓海さんにお願いいたしております。それでは長谷川さん、よろしくお願いいたします。声大丈夫ですね。はい、本日はお集まりいただきありがとうございます。スターキャットケーブルネットワークの萌えドラスタジアムという番組に出演しています長谷川拓海と言います。よろしくお願いします。パチ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 。ドキドキの質問なんですが、スターキャットの萌えドラスタジアムを見たことあるという方はどれぐらいいらっしゃるんでしょう。あ、意外といらっしゃるね。あ、よかった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 。でも割と皆さん正直ね、本当ね、そんな上がらないですよ。はい、ありがとうございます。やってますんでね。ハンダの皆さん見られないかもしれませんが、もしハンダの方もいらっしゃるんで、そうですよね、ぜひスターキャット見れる地域に引っ越した際は長谷川拓海よろしくお願いします。ありがとうございます。さて、会場もすっかり温まってきたところで、呼んでみたいと思いますね。皆さん待ちかねの中日ドラゴンズ藤井選手の登場です。拍手をお迎えください。じゃあ持って持って、みんな持って。藤井大好きだっておっしゃってます。まずは、寒い中今日早くからねお越しになった方もいらっしゃいます。ちょっと皆さんに今日の意気込みをぜひお聞かせください。意気込み、皆さんあげましておめでとうございます。おめでとうございます。今年いいスタートは皆さん切れるように、僕のトークで皆さんの2010年の背中を押したいと思いますので、よろしくお願いします。押されてください。皆さん、じゃ早速お取りください。いや、僕ね予想してたんですけど、座ると高さが一緒って切ないですよね。足が長いですね。とってもね、本当にね、僕はこれね、実はね、あんまり長くないんですよ、僕らしい。そうですか。長く見せてるだけなんです。ここ座ればやっぱ長く見せる秘訣があるんですか。後ろ詰めなくなっちゃう。ユニフォームの股上をね、浅くしてるんですよ。ちょっと腰巻きですか。というか、ケツがないので浅めにしないと、はい、ちょっとちっちゃん座っておむつしてるみたいになるんで、ちょっと浅めにしてますけど。いい選手ね、飛ばしてますね。来ました。足長く見せたい方はぜひ参考にしてみてくださいね。さあ、いろんな話を伺っていきたいなと思うんですけども、やっぱり藤井選手というとですね、ちょっとお帰りなさいというイメージも強いんですよね。新婚旅行からお帰りなさいませ。どうも皆さん、お帰りなさいって言ってください。明けましておめでとうございます。いやー、でも驚きましたよ。5月にね、もうすでにご結婚されていたということ。はい、そうですね。ニューヨークに行かれたそうですね。いやー、ニューヨークは、ね、すごかったっす。すごかった。はい。何がすごかったっすか。アメリカって感じだったっす。小学生アメリカって感じ。アメリカって感じが一番しましたね、ニューヨークが。テレビの世界だったっす、本当に。あ、まさに。はい。その新婚旅行先ではショッピングもいろいろされたという話を伺ってますけど、まあ買い物はかなりしましたね。はい。今日これはアメリカで買われたんですか。これはアメリカで買われてないですね。
変わるじゃない。これはアメリカで変わる。これもアメリカで。これもアメリカで変わりましたね。じゃあちょうどアメリカで変われてないのが僕刺しちゃったわけですね。そうですね。すみません皆さん、ピンポイントで行きました、ね。ピンポイントで行きました、はい。ごめんなさい、すごい気になってるんですけど、はい、おしゃれですよね。思いませんか？もうちょっとリアクション欲しかったですね。テイクツーいきます。そうそう、おしゃれですよね。はい。ちょっと改めて背中見せていただいていいですか？改めて。これかっこいいですよ、すごい。これ。の笑う？いや笑うとこじゃないですよね。笑うとこが。笑うとこで。シャッターチャンスなんで背中も。可愛いでしょ？可愛い。可愛いでしょ？ええ。手悪かった。結構ファッションにはね、こだわりをお持ちだなと思うんですが。そうですね。好きですね。好き。好きですね。もう。家あふれ返ってますよ服。はい、じゃあ一人でも買い物行っちゃったりする。行きますよ、く行きます。あ、本当に、はい、買い物はもう一歩ない結構一人で行くの好きですね。なんか名古屋の大須界隈をちらっと歩いてるみたいな噂も聞きましたけど、大須行かれたら僕いますよ、どっかに。フラフラ。本当ですか？若者に混じっていや若者じゃないですか、なんて意外と言ってますから、ね。ね、あ、またじゃあ皆さん大須で見かけた際ぜひね、ぜひ、ぜひなんて僕声かけてもらっていいですか？なんてかけられるのは嬉しいですか？どうですかね、藤井さん、藤井選手、さっき厚志最高とかってね、おっしゃってた方も。まあでも呼んでいただけるなら、まあそのね、何でもいいですよ。何でもいい、はい、嬉しいですか？何でも嬉しいですよ。ね、今日もすごい不安がってたんですよ、実は。今落ち着いた感じで喋ってますけど、お客さんいなかったらどうしよう。いなかったらじゃあ僕もなんか手配しなきゃいけないじゃないですか。ちょっと頼むっつって。できるんですか？いやもうだから集めてもらいますよ、ちょっと人集めてきてくれって言わなきゃいけなかったんで。そんな藤井選手が来る、見てください、山の上から撮ってますよ、ほら。ありがとうございます。どこ山の上、ね、選手を応援する皆さんが多いんですよ。見えなかった。あ、じゃあ後でちょっとね、キャッチボールをね。おいいアピールしたね。キャッチボールじゃあのしてもらって。あ、もう食べたい。僕に下にあったところ何も嬉しくないですよ。僕はもういや、ちょうどミニ野球教室もねちょっと予定しておりますんで、ちびっこ特にね、あ、たくさんいますから野球教えてもらいたいって、こうその時元気に手あげてね、彼みたいにね。じゃあママ、ずっと上げっぱなしです。スワートって、スワートってあげないよ。あとでぜひ。はい、ポジションはどこ？はい、お、セカンド。教えれないですね。ちょっと美味しいな。申し訳ない。やったことないですよ、セカンド。申し訳ない。キャッチボールでじゃあね。はい、ぜひぜひ。はい、まあ、セカンドはやったことはないとおっしゃる藤井選手でありますが、はい、去年は見事に外野の、うん、来て大丈夫、中心のセンター、ちっちゃくなってるから、ガツッと、まだガツッとまでいけてないので、いやいや、まあ、本当にガツッといきたいですね。まあでもある意味悔しいシーズンでもありましたよね。まあ、悔しさもありましたし、それのおかげで成長できたシーズンです。大きな怪我もされました。はい、座らないしましたね。あばら4本ですね。4本でも来ないんですよ。4本折れました。折られたかったんです。クライマックスシリーズ見ました皆さん。ラムネしかもない。あばら4本折ってたから。座ってて、じゃあ座ってて、座ってて。まあでもあばら折れてるからバット折れなかったですからね。先折っといてよかったですよ、あばら。聞きました今の。折れそうなとこで打ったんですよ、僕本当に。あのレフト線に打ったんですけど、インコースのボール、はいはい、向こう行ったら帰ってこない。あれ本当うまいこと打ったんですけど、違いにさんっておかしいですよね。おっしゃいましたね。でも良かったです本当に。逆に僕が怪我して戦々離脱したことで、あのまま終わってたら多分もうなんかこう過去の人じゃないですけどになりかけたところを、逆にあのクライマックスで戻れたので、より印象は持ってもらえたのかなっていう気がしますけどね。あの活躍、皆さん勇気もらいましたよね。感動しましたよね、本当ね。